はい、皆さんこんばんは。8月6日月曜日、第406回しゃべくりマッシュの時間がやってまいりました。今日のマッシュというよりもですね、今日の朝の朝刊なんか見ますとですね、知事選一色でございましてですね、安倍知事、安倍周一さん、それと金井中一さんっていうですね、お二人でやりましたけど、安倍さんが当選したという形ですね。あと県議選でですね、補欠選挙がございました。金沢敦さんと、橋本正幸さんでしたけども、金沢さんが当選したという形ですね。まあ、暑い中ですけどもね、投票率もちょっと落ちたという形ですけども、まあ、お二人とも当選したという形で、これからですね、まあ、暑い中ですけども、今度本番になってですね、仕事へ励んでいただくという形になります。さてさてですね、今日はですね、ゲストをお迎えしてるんですけども、まっすぐ殿町にありますね、カフェエレファントマン店の、ね、店主でございます岡田博明さんですけど、よろしくお願いいたします。お願いします。昨年7月にですね、まっすぐのところに、開店しました。これも去年のやつですね、ありましたんで持ってきました。はい、はい、昨年に引き続いて今回も出ていただくんですけども、はい、ちょっと動きが全部ありましたんでね、はい、まあ、実際エレファントマン店さんの売りって何だったんですか、はい、最初からまたお願いします。はい、年中かき氷を提供しているカフェとなっています。うん、年中かき氷、はい。はい。今年なんか最高ですね。最高ですね。はい。冷夏じゃなくてね。よかったです。はい。氷大変じゃないですか。そうですね。まあ大変ですけど、まあやりがいはありますね。あ、なるほど、ね。はい。あれ、自分で1年経ってどうですか、こういう今までやってきた感じ、今まで思ってたのと。現実とはどうですか。まあ、思った以上にたくさんのお客さんが来てくれて、うん、はい、本当にありがたいなと思ってます、ね。はい、やっぱり自分の思いが成功したかっていう感じかね。そうですね、今のところ今のところ、はい、ありがたいです。はい、はい、さてさて、場所的なものですね、一応ですね、ここにありますけれども、町歩きセンターはここにありますけどね、それからですね、こちらへ行っていただくところ、これファミリーマートあって、入っていっていただくと病院の南側にここに本店があります。はい。で、あれですね、今まであった今度、なんか2号店も出したっていうんで、ちょっとこれね見ていただいた。これはどういうことですか。はい。A コープの松代店さんのところに、はい、昔たい焼き屋さんがあったんですけども、はい、そこがちょっと空いてたので、ね、ちょっと店長さんの方にお話しして貸してくれないかという話したら、はい、いいですよっていうことだったので、はい、そこで2号店をオープンすることになりました。これは何やってるんですか。これもかき氷専門オンリーですね。はい。そうですか。あ、じゃあ最高だね、今年は。最高です。はい。でもあれ、こういうかき氷くるってやってたら、はい、で、あそこのなんていうかカウンターあるじゃないですか。はい。はい、どうぞって言ってカウンターで食べるし。そうですね。座って食べていただく方もいますし、うん、駐車場に止めてる車に持って帰って食べてる方も。はい、あ、それもあり。はい、そうですね。あ、こういう器はどういう器なんですか。持ち帰り用のカップなんですけど、はい。じゃあエアコン効かせながら食べる。あ、そうですね。はい。ということでね。なるほどね。まあ、これも今のところ順調ですね、そうしたらね。そうですね、おかげさまで。なんかこれはね、自分から率先してたの、あ、ここをやった方がいいかねっていう。率先してですね、うん、はい、やっぱりあれですか、こう街の中こうやってある程度自分で回って歩いてるのか、ね、たまたまうちのバイトの人に、あ、ここ空いてるからどうですかみたいな感じで冗談半分で言われて。それは失礼しました、ね。今回はだけどあれですね、真田公園で、まあ、ライトアップって、はい、まあ、昨年に引き続いてね、これでもう何回目になるのかな、3回ぐらいになるのかな、ね、真田丸の関係でやりだしたからですけども、結構評判良くてですね、こういう武家屋敷の中でこういうライトアップするっていうのはちょっと珍しいねっていうのがありましてですね、今回もやるっていう形で、ここでもって、あれですね、岡田さんに声かかったビアガーデンやってくれませんかみたいな声っていうの
どんな形であれですか、今回は。あ、はい、一応主体は松代セレクトショップというところでやってるんですけども、うんうん、あの去年まではずっとあの違うお店でやられてたみたいなんですけど、今回はちょっとあの断念されたということ で、 ああ う、 で、はい、うちの方にお声かけいただいたっていう形ですね。最初何をあれなんですか。あの最初かき氷やってくれませんかみたいな感じだったんですけど、ちょっとその後にビアガーデンの話が湧いて出てきて、はい、でそれもちょっとお願いしますってことで。そうですか、はい、でもそれどう決断するっていうのはやっぱり去年なんか、いやなんか開店するとき奥さんと話してどうか。ああ、そうですね。今回はどうでした。まあもう最近は全然もう多分なんかほっとかれてるというか、なんていうんですかね、諦めも入ってんじゃないですかね。まあ好きなようにやってって感じで。あ、そうですね。そうですか。でもあのあれやっぱり今度はあの受けるにしても、まあかき氷はもうね常時やってるから別になんともないだろうけど、はい、まあこういう飲んだりとかね、はい、あのなんていうの、こういういろんなもの の、 や、あの出さなきゃいけないって言った時には、はい、やっぱり多少考える。一日でも、あ、こうじゃあお願いできませんかって来た時、はいよってすぐ言っちゃいました。それとも、じゃあちょっと考えるねと思って。まあ、一応やりますとはすぐ言って、その後人員が確保できるか確認させてくださいっていうお話はしたんですけど。はい。もうその時もあれですか、このビアガーデンの話が出てたんですか。初めは出てなかったんですよね。はい。じゃあかき氷だけ。だけで、はい。あ、じゃあその時も、じゃああれか、あの人員確保のためっていう。そうですね。で、その後、じゃああれなんですか、このビアガーデン。ビアガーデンの話が出て、はい。まあ、一応こういう形でね、結構人が集まるのでやっぱりにぎわい作りって言ったらやっぱりいろんなことやった方がいいかなと思いますね、はい。まあ、これもあのちょうどこのライトアップの裏側にある広告ですけどもね、まあ、これちょっと露天出店なんて書いてあるんだけど、はい、ちょっと説明してもらっていいですか。はい、一応露店をやるんですけど、はい、うちかき氷屋さんなので当然かき氷もありますし、はい、あとお子様連れのお客さんがすごいうち多いので、あのそのお子様たちのために、あのスーパーボールすくいとか、ヨーヨー釣りとか、あの縁日で見かけるようなことも一緒に盛り上げてやりたいなと思ってまして、ね、今回今日ね新たにちょっと作ってきて、はい、うちで作ったチラシなんですけど、ね、これでもって説明してもらったのが分かりやすい。ちょっとお願いします、ね。はい、まあそうですね、まあ、ビアガーデンも、まあ、あの生ビールやハイボールとか、うん、あのチューハイとかカクテルも、うん、あのたくさん種類飲み物ありますし、うん、あと食べ物とかも焼き鳥とか、うん、焼きもろこしおでんなども、うん、はい、用意してあるので、全部あの500円、500円均一で、はい、提供しようと思ってます。はい、まあ、枝豆もあったりとかね、あるね。焼き鳥なんかはね、まあ、大体こうやっていくらだってすぐ分かるけど、うん、枝豆もこうやってお通しで、なんかこうやってちょっと入れて500円ってわけじゃないですか。そうですね、山盛りで、ね、はい、出そうかなと思ってます。そうですか、はい、わかります。キーツにしてみたらどうですか、これ今、ですね、こちらライトアップの方も、11日から16日ってあるんだけど、これも同じでいいんですね。はい、そうですね、11日から16日で、うん、ビアガーデンの方は、うん、夕方の5時から9時までになります。うん、5時から9時まで、はい、そうすると、こちら、あ、これが19時から21時っていう形だね、サラダ亭はね。はい、じゃあそれよりもちょっと早めにっていう形ですね。そうですね、はい、あのあれですかね、これあの11日から16日までお休みなし、お休みなしでやります。はい、なるほどね。で、大体何人ぐらいでこれ回す予定ですか。そうですね、5名から7名でスタッフは行こうかなと思ってます。うん、ね、はい、あのこの宴席ってね、何軒、何椅子ぐらい、50席程度って、はい、言ってますので、はい、あ、そうするとやっぱりそうだね、人数ある程度確保したら、ね、そうですね、待たせるようになっちゃうね。そうですね、うん、これの中で、なんかあの、あ、ここにもこれちょっと面白いな、これちょっと説明してもらっていい、はい、なんか、似顔絵屋さんが来る？似顔絵屋さん、はい。似顔絵さんってお友達かなんか？お友達が似顔絵を描いてまして、はい。はい、あの、まあ、お子様と一緒に、あの、思い出作りといいますか、あの、いいかなと思いまして。あ、そうですか。はい、これ、絵か、あの、似顔絵さんってあれ？あの、長野市内の方なんですか？は、千曲市からですね。あ、そうですか。はい。これは何や、やっぱりお友達なんですか？そうですね。はい。これは日にちが決まってるよね。そうですね、14日と15日限定で、うん、はい。これはどうなんですか、お値段的には。
は、まあ、モノクロとカラーありまして、うん、1名様モノクロで600円、はい、でカラーで1000円という形ですね、うん。どのくらい時間かかるんですか、お一人。大体10分から15分ぐらいの間で。サラサラって書いてある。そうですね。いつもこれ商売にやってらっしゃる方、それとも趣味で。東京で昔書いてたみたいで、はい。お年は何歳くらい？30代ですね。あ、そうですか、はい。絵描きさんとは違う？一応、ね、似顔絵師みたいな絵師か感じで。あ、そうですか。あとこういう何ですかこれ？電球みたいな。はい、ちょっとこれ最近流行ってるやつなんですけど、あの電球型のジュースなんですけど、うん、ジュース？はい、下があのにライトがついてまして、それがピカピカ光って、うん、まあ、目でも楽しめるっていう。感じの。そんなどっから探してたの？結構なんていうんですか、お祭り行くとちょっといいなと思って言っててこれやろうみたいな。そうか、やっぱりお祭り屋じゃないけどいろんなとこへ出ていかなきゃいけないよね。なるほどね、わかりました。でね、実際にこういうそのあれですね、ライトアップ、これ昨年のあれちょっとね、観光振興課の方からお借りしたんだけど、はい、こういうねライトアップする、まあ、武家屋敷でねライトアップするって、まあ、ちょっと珍しいかなと思ってね、はいはい、これあのいいなというふうに思ってますけどね、はい、これもね松代でやってるね、松代雅楽ってやってるんです、うん、これね、これあのあれ六文銭でねやったりなんかしてますし、あとはねこういう、まあこれもなんていうかね、尺八でね、尺八なんかも二重奏、あとバイオリンでね、うん、これもやったりするっていうので、うん、ちょっとね、あの和洋折衷じゃないですけど、これだけ一通りね、いろんなものができるっていうことで、はい、面白いですよね。まあ、日数的にちょっとあの同じ日に全部やるってあれじゃないですけど、あの曜日がちょっと多少ね違ってはいますので、はい、これまたちょっとね楽しんでもらえればありがたいな。まあ、これもねちょっとね見ていただければいいか、これちょっと小さくていけないかな、この下ね。11日は、ベルリンガーズ松代ってね、松代の人やるんですね。で、八橋流奏曲、これはあの真田さんでねやって伝承してるんですけど、それからアンサンブルザこと、あ、うん、それもやったりとか、これがあれですね、今バイオリンの二重奏だから11日12日13日14日、ね、14日これ演奏もやったりするんでね、これバイオリンの二重奏で、15日がマッスル雅楽やるよ、16日が、何ですか、ガチャなんかもやるよという形なので、こういったパンフレットちょっと見ていただいて、あのその日ね都合をつけて自分の好きな時に来ていただければ一番具合いいかなというふうに思いますね。よろしくお願いしたいと思います。あとですね、まあこれビアガーデンお越しのお客さんについてどのような形でねおもてなしできればいいかなっていうふうに思ってるのをちょっと説明していただいていいですか。はい、まあ、ビアガーデンっていうと、まあ、大人の方限定みたいなイメージあると思うんですけど、はい、まあ、縁日みたいな感じでお子様も、はい、大人の方も楽しい思い出を作っていただければいいかなと思って、うん、こちらも楽しみながら、うん、やっていければいいなと、うん、はい、思っています。これは全て岡田さん全部自分たちでやるわけですか？そうですね、まあ知り合いの手も借りたりはしますけども、うん、はい、一応うちが主体となってやるような形ですかね、うん、なるほどね、はい、あれですかね、これ、まあ、これいろいろと真っ白に新しい企画みたいな形で、まあ、今までではちょっと考えられないようなことを、ね、どんどん新しい企画とかで出してきていただく、私には嬉しいんです。 ありがとうございます。やっぱりこの中でやっぱりいろいろな新しいのが出てくると刺激になって、あ、私はこれ初めて今これ聞いたし、そうですか、はい、ね、あ、ちょっと面白いなってね。アイスクリームもこれ何種類ぐらいあるんですか？かき氷か。かき氷ですね。アイスクリームかき氷だね。何種類あるんですか？当日出すのは7種類ですね。うん、何と何あるんですか？いちご、マンゴー、あと、ほうじ茶、ミルク。ほうじ茶、ミルク？はい。きなこミルクといったものとか。きなこミルク。結構、人気あります。そうか。はい。なんだかね。ちょっと経験してみなきゃいけないな。ぜひぜひ。美味しいって言えるかどうか分かりませんけど。あと、さっきお聞きしたっけ、その、なんだっけ、絵の描く値段とかって。あ、一応、はい。言いました、ね。言いました。はい。わかりました。
かき氷なんかもあれですか、値段は？あ、500円からやってます。全部500円でね。ちょっとミルクが入ってくると600円になっちゃうんですけど。あ、そうですか。はい。これだけはかき氷なんてやったらどのくらい待てばいいんですか？だいたい1個作るのに2分から3分ぐらいで、はい、提供できますので。こうやってぐーっとか、てこ盛りになる、ね。そうですね、山盛りですね。うん、大丈夫です、ね。はい。じゃあ、あとはですね、こう、いろんな企画していただいてるんですけども、はい、あの、なんていうかね、自分とすればどういう形でこれからやっていきたいと思いますか？そうですね、まあ、まあ、自分の力が、まあ、そんなに、まあ、まだあのないので、皆さんの力も借りつつ、あの松代をこう盛り上げていけたらいいなとは思ってるんですけど。はい、まあ、あの、和田さんじゃない、いろいろとこういうその新しい人が来ていろんな企画出してもらってやるとみんな楽しめるじゃないですか、はい、ね、そうすると若い人って結構来られるから、まあ、そういう意味ではね、私は嬉しいなと思います。 ありがとうございます。どんどん活躍していただければ、はい、ありがとうございます。思いますけど、はい、はい、今日は本当にお忙しいので来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとしかしね、聞くことできないでしたけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいでしょう、ね、ビアガーデンもいいけどね、かき氷もいいね。かき氷もちょっと食べてみなきゃいけない何種類もあるっていうんで、ちょっとね、うん、目立たらしいものあるんでね、ちょっとやりたいなと思います。楽しみだね。はい、はい、はい、そんなことで、はい、予告でお知らせでございます。お知らせ、はい、ね、夕涼みコンサートでございます。はい、樋口家住宅でね、8月18日土曜日からやりますね。土曜日だけでしょ。土曜日だけだ ね、うん、お子様大歓迎。さっきね、岡田さんと同じで お子様大歓迎、子供さんね、その帰りにあのかき氷でも食べていけばいいね。これね、オカリナってのは、うん、オカリナ、あ、ハーモニカ、オカリナ、キーボード演奏、いかないです、いかない、うん、はい、木のコカリナもあるし、オカリナもあるよ。ね。そういう形で、ぜひね、これ時間がね、はい、18時から20時30分という形でね、はい、樋口家住宅で行いますんでね、はい、ぜひ、来ていただきたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします、はい。さてさて、来週でございます。久々に日本松さん、ね、なんか面白そうな人連れてくるって言ってるんで、よろしくね。松代荘さんの支配人さん、うん、今度あの、はい、以前の副支配人さん、はい、山崎さんね、はいはい、あの、まあ、昇格って言い方していいんかや、うん、あの新支配人さんということで、はいはいはい、何度か松代荘についてはご紹介はさせていただいてますが、うん、またあのさらにリニューアルをして、うん、2年後くらいですかね、うん、あの辺をこうだいぶ整備をして、はい、やはり、松代の温泉を、うん、売りたいということで、うん、市の方のね、うん、今のさっきのビアガーデンもそうですけど、はいはいはい、市の観光振興課さんの方も力を入れていただいて、うん、町を売り出してもらってます、うんうん、ということで、また新たな構想が終わりになるようなので、うん、まあ、そういったお話を聞く、はいはい、お聞きしたいと思ってます、はい、女性ですよね。そうですね、あけみさん、はい、あけみさん、じゃあ来週はあの、はい、日本松さんがパーソナリティという形でね、はい、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。